ボールハックって何？高速移動とかはわかるけど。ボールハックって何？あ、こんばんは。頑張りましょう。そうですね。ガジキラーばっかりで、僕もね、仲間がもうやばいから、さっきもカニバルがね、やってたから、もうそこで終わらせました。もう救助にも行かないで。うん。で、3人がやられて、早く終わらせました。ロッカーに隠れて、捕まって終わりました。はい。おお、いいですね。僕はさっき、放置ドクターに出会ってしまったっていう。いや、さっきっていうか、2回くらい出会ったのか？ 2 回出会いましたね。そう。頭が痛いです。さっき、ちょっと、この47分間のうちに。あ、やばい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 。動いてる動いてる動いてる。これはやばいぞ、ほんと。先輩じゃねえわ。意見がわかんねえから救助しよう。ガチキラー多いっすよね。だってね、勝った試合とかね、結果見てね、あれが1個しかないとか、黄色いパーク1つだけとか、接戦なのに、めまいするっていう、4つ紫とかほぼ勝てねえとかね、何考えてんだろうって思うぐらい。やばい、これはやばいパターンだ。わっ、あれや、奇跡の、はやばい、諦めたらそこで試合終了。張ってることだけは確かなんで。そう。できたら一人ぐらい来てくれんかな。ああ、ほん、誰でした？もう発電機回すしかねえ。さあ行こうか。
どこ来た？やべえ。発電機が怖え。やばい、やらかした。この発電機はやっぱりダメだ。6時前はもうダメだ。全部。全滅ぐらいのレベル。出ませんね。さすがにちょっと考えるわ。このミスは痛すぎる。ダメだ、発電機がやばすぎますね。気持ちいいぐらいやばい。あのさ、回復入れてねえのか？回復入れてくんない？移動じゃなくて回復入れろよ、まず。移動してから。回復入れないやつがいたら勝てるわけねえだろうよ。入れてると思ったわ、普通に。回復っていうか、やばすぎるから、お前。やばすぎる。発電機に、いいよね。さっきの試合から発電機に行くんだもん。やべえって。まず回復して、1のところ移動するんだよ。じゃないと助けに来た人困るだろう。
頑張るしかない。おい、スキルチェック。やばいね。スタイルぐらいの、スタイルね。ヘルスケア打ってる人、届くよな。今は、発電機回した方がいい。スキルチェックもミスが多いからな。これもう出血多量だからやばいからもういけないよ。もう一人は待つか。よしよしよし。ほんとね、出血多量ギリのギリだった。出血のよかったね、向こうのゲート抜けるで。何よりです。よかったね。慣れたわ。慣れた。